渡辺さんはですね、ヘルソン方面がね、奇襲するならヘルソンがすごいポイントになるよって言ってましたよね。まあ主に三軸あると。南部構成ね。トクマクっていうね、一番海まで最短距離行けるコースと、それからベリカノボシルカ線というですね、ちょっと遠回りなんだけど、海に行ける線と。ね、あとバフムト方面ね。まあこれあって。さらにヘルソンのところね、ドニプロ川に、書かれてですね、ノバカホフカダムね、ちょっと言いにくいんですけど、これが破壊されてですね、まあ川幅が今すごいちっちゃくなったんで、渡河作戦もやりやすいし、ロシアの守りは薄いと。補給もね、結構東側のロシアの補給拠点から遠いので、かなり厳しい場所だと。ここやるといいんじゃねえかっていうようなことをですね、渡辺さんは言ってまして。一番強力に守ってるのがトクマクってとこなんですけど、トクマクにウクライナ軍今集中してるんで、いや、そこじゃねえんだと。な、横逸れた方がいいぞ。特にヘルソンは薄いぞって渡辺さんが言っていたんですけど、そのヘルソンでですね、大きな動きがあったかもしれないということで、昨日あたりからですね、実はもうニュース出たんですけど、最終的にですね、ISW ね、アメリカの戦争研究所がこの情報を確認しましたんで、一番 ISW って慎重なんですよ。この点のね、情報認定ね。で、当然、ロシア側のソースからもちゃんと情報入れてますので ISW が動きが出たというふうに言っているので、この件ねぜひ皆さんと共有したいと思うんですが、じゃあまずはちょっとその ISW のレポートからいきましょうかね。ツイッターなんかでも出てるんですけど、このように書いてます。ウクライナ軍はドニプロ川を渡りヘルソンの東岸（左岸）に上陸したようだということです。ただしウクライナ軍がですね、永続的なプレゼンスを確立したかどうかは不明だとしてます。非常に慎重ですね。一部の見方ではもう共闘砲を拡大しているという見方も出てるんですけど、 ISW は非常に慎重にですね、永続的なプレゼンスを確立したかどうかは不明であると。複数のロシア人軍事ブロガーが8月8日に報じたところによると、ウクライナ軍はドニプロ川の10日、コザチラヘリ村ですね、ここにですね、1隻あたり6、7人を乗せたですね、最大7隻のボートを上陸させたと。ロシアの防衛線を突破しですね、さらにその先800メートルまで前進したというふうにロシア側がこれ言ってます。いいですか、ロシア側の情報ですよね。ジョネさんね、ルシエ系の情報がなんとかとか言ってね、言ってる人いるんですけど、私ほどロシアの軍事ブロガーの情報をね、もう日本で紹介してる人いないと思うんですけど、ロシア側がそう言ってると、ISW が確認した情報を今言ってますからね。で、さらにですね、ロシアの、まあ、別の軍事ブロガーなんですけれども、ロシア軍は最近、この地区ですよね、コザチ・ラヘリ地区からですね、ザポリジャ州に、ロシア軍空挺部隊のグループをですね、再配備して、不特定部隊の動員された戦闘員と入れ替えたため、この地区のですね、ロシアの防御力が弱まったというふうに指摘をしているそうです。まあその手薄になっているところをウクライナに狙われたということですね。さらにですね、こんなふうに言ってますね。ロシアのですね、軍事ブロガーね、コンセンサスというか大方の意見はですね、ウクライナ軍が消火器の応酬でロシア軍と交戦する前に戦術的奇襲を利用して東岸に上陸したことに成功したというふうに言ってるので、まあこれおそらくまあロシア側の情報なんで、まあほぼほぼ言ってんだろうと、上陸はしたんだろうということです。ロシアの情報空間でパニックを引き起こすことを避けるためにですね、この地域にですね、ウクライナ軍が存在するという主張をですね、意図的に反論しようとしていた、まあ可能性が高いということで、あんまりこの情報漏らしたくなかったみたいですね。この地域、過去24時間利用可能な NASA のリソースのですね、火災情報などのね、データをちょっと見たところですね、おそらく砲撃が先行するか、または砲撃を伴う重要な戦闘があったことを確認していると。8月8日の終わりまでには、多くのロシアの情報源はですね、ロシア軍がコザチラヘリを支配し、ウクライナ軍を海岸線まで押し戻し、コザチラヘリや他の東岸の集落の多くの海岸線で消火器の小競り合いが起こったということをまあ主張しているということです。 ISW はですね、この地区にですね、ウクライナ軍の存在が確認されるまで、あるいは確認されない限り、ヘルソン州の東岸の状況についてご指摘な評価を続けるとしてます。まだだから完全には共闘砲できてないというふうに、ISW は見ていると。またですね、コザチラヘリ付近に相当数のウクライナ人要員やウクライナ軍の車両が配備されていることを示す視覚的な証拠は未だにまあ確認できていませんと。またロシア側のですね、現在の報告パターンはウクライナ側の大規模な作戦というよりも限定的な渡河作戦ですね、渡河並びに吸収作戦と一致していると。本レポート執筆時点でウクライナ当局はこの地域での戦闘についてコメントをしていないということです。一応ね、別の情報源の情報もありますので、これちょっと皆さんと共有しといた方がいいんですけど、これはですね、ムリーヤレポートさんの記事なんですけど、ビジュアル見てもらった方が早いんで、要はこういうことがあったよと。はい、ウクライナ軍がですね、川の反対側に砲撃を行ってですね、その隙ができたところにこう部隊を上陸させて、ぐいっとですね、この東岸の支配地域を広げて共闘砲を確保しているのではないかという、こういうもんですね。これがまあ今かなりバズってまして、こんなにウクライナ行ってんのと。これが実はね、2日前の情報らしいんですよね。2日前の時点でこれが行われていたらしいので、今現在もっと行ってんじゃねえかみたいな割と強気の見方をする人もいますが、
ISW は極めて慎重でして、このですね、上陸した部隊のね、存在、並びにウクライナ側の車両の存在等をですね、まだビジュアルに確認してないので、なんとも言えないと。まあ、やったかもしれんけど、維持できてるかどうかはよくわからんというのが、この ISW の方の指摘でございます。ちなみにですね、このムーリアレポートさんのですね、記事によるとね、こんな風に言ってます。このツイート自体がですね、今日の朝7時のツイートなんですけれども、この時点でですね、今日、まあ、日本時間朝7時ね。朝7時の段階でこういうふうに言ってます。1時間以内に、チャック、パッファーでズームインすると、衛星のシステムだと思うんですけどね。ウクライナの大胆なトカ、ドニプロ川からコザチラ辺に進軍していることがわかります。ということで先ほどの図をですね、出していると。同じようにですね、私がまあフォローしている、ビセグラッド24ね。これニュースサイトですけどね。ウクライナとかね、ヨーロッパ関係詳しいニュースサイトですけど、速報ということでですね、昨日の朝6時44分の時点で速報ということで、ウクライナ軍がヘルソン北ドニプロ川を渡り、コザチラ辺村を制圧したとの情報が入ったということなんです。まあ、だ昨日の時点でもう2日前だった可能性があるので、これ3日前の可能性もありますね。さらにですね、私がフォローしているオシントアカウントのテンダーさんですね。これドイツの方だと思うんですけれども、この方曰くですね、ウクライナ軍はドニプロ川の南、ヘルソン市の東にあるコザチラヘリ付近で奇襲攻撃を開始したと。この作戦は2日前に開始された可能性が高いということをですね、昨日の朝の時点で言ってんで、やっぱり3日前だな。今日の時点からするとおそらく3日前にこの作戦があった可能性が高いということです。ただしですね、まあ、いわゆるウクライナ軍の情報統制によってですね、この報告ね、昨日の時点で2日遅れで出てて、今日あたりやっとネットでまあ、わっとこう、ざわついたぐらいの感じなんで、ウクライナ軍の情報統制でどうもその情報が出ていなかったということです。